はい、皆さんこんにちは、ドッグアスです。本日の動画はこちらのペン、クロス社のクラシックセンチュリーのシャープペンシルを紹介していきたいと思います。このクラシックセンチュリーは僕自身のお気に入りのペンの一つであって、皆さんにね、このペンの良さ今回の動画で、伝えていきたいと思います。それでは始めていきます。ではまずこのペンのブランドクロスについてざっくりお話しすると、クロスはアメリカの高級筆記具ブランドで、その歴史はアメリカで最も長い老舗ブランドです。昔から技術力、そしてデザインが評価され、長年多くの人々に愛されているブランドです。またクロスは機構上永久保証という独自の製品保証をつけており、これは使用年数にかかわらず内部のメカニズムに故障が起こった場合は永久に無償交換修理するというものです。ここから製品に対する絶対的な自信が感じ取れます。ではそんなブランドクロスが1946年に創業100周年を記念して生まれたのがこちらのクラシックセンチュリーです。いやー、めちゃくちゃ美しいですよね。上部の方も円錐形になっていて、これはコニカルトップと呼ばれているデザインなんですけど、上下でシンメトリーのこのデザインが綺麗ですよね。このコニカルトップは、センチュリーから生まれたデザインで、その他の、今現行でクロスが出しているボールペン、センチュリー2とかタウンゼントとかにも採用されているデザインです。こちらのクラシックセンチュリーのペンシルはですね、いろんなデザインのものが出ていて、こちら、今映ってるのがスターリングシルバーというモデルになるんですけど、こちらはもうすでに廃盤になってしまっているモデルです。ですが現行のモデルもかっこいいのが揃ってますんで、ざっと紹介していきます。まずブラッシュというモデルで、グリップ部分がちょっと溝があるタイプで、グリップ力があるそんなクラシックセンチュリーですね。で、あとクローム。で、クロームはこのスターリングシルバーと一番近いんではないかなと思います。全体にクロームメッキがされていて、非常に光沢感が美しいシャープペンシルになっています。で、あとはメダリスト。メダリストは、基本的にはクロームと同じなんですけど、クリップだとかペン先とかが金色のメッキになっているモデルです。これはなかなかね、高貴なデザインでかっこいいなと思います。で、あと、クラシックブラック。クラシックブラックはマットな黒い塗装がされているボールペンで、金具のところは金色のメッキになっています。あと、10金針、14金針、18金無垢と、後に続くにつれて高くなっていくんですけど、これは金針であったりとか、18金の無垢、無垢材が使われているペンシルになっています。これらはね、金を素材にしているので、もちろん価格は高価格設定になっています。クラシックセンチュリーはこの気品のある上質なデザインが最も称賛すべき点だと思います。両端部がシェイプされたシンメトリーデザイン、細身で直線的なデザインはクールな美しさで、光沢感のある金属やマットの素材、あらゆる材質の軸でもマッチし、所有する喜びを感じ取れます。細身の引き締まったボディは使っている方の知的さも演出できると思います。直径は鉛筆とほぼ同じで、ちょうどいい太さで、かつ重すぎず適切なバランスで引きすることができます。適度な高級感あふれるデザインと書きやすさを両立したセンチュリーは、格好やオフィスどの場面でも活躍してくれることでしょう。価格も安いモデルが4000円からと、高級ペンシルの中でも手の届きやすい価格帯で、永久保証もついていますし、長年愛用していく一本を選ぶのであれば、センチュリーはおすすめしたいペンの一つです。クラシックセンチュリーのペンシルはどのモデルでも 0.7 ミリの芯形を採用しています。また、こちらのペンは一般的なノック式のシャープペンシルと異なり、このように上部を回すことで芯を繰り出すことができます。このように一般的なシャープペンシルにはない特徴を持っているのもセンチュリーの面白いポイントの一つです。こちらの上部を取り外すと、このように消しゴムが付属しています。こちらの消しゴムを取り外すと、中に芯を供給できる筒になっています。機能性とデザイン性両方を兼ね備えたとても素晴らしいペンシルだと思います。それでは実際に書いていきたいと思います。このように上部を回して芯を出していきます。やっぱ書きやすいです。結構な年数このペンを使っているんですけど、全然飽きることもなく
いやすく、かつ高級感があふれるデザインで、描いていてとても楽しいです。高貴なデザイン、上質で気品あふれるデザインという言葉がとてもよく似合うペンだと思います。軸の太さもちょうどよく描きやすいので、まさに火の打ちどころがないペンだと思います。描き味は柔らかめという印象です。カリカリとした描き味ではなく、少しふわっとした柔らかい感じの描き心地です。ではいかがだったでしょうか。こちらのクロスクラシックセンチュリーシャープペンシル、こちらの魅力が伝わったでしょうか。ぜひこちらの動画見た方は文房具屋さんに行って実際に触ってみることをお勧めします。とてもいいペンです。では以上でこちらの動画を終わります。当チャンネルトックアースでは筆記具見聞録と題し、古今東西あらゆるペンの批評や紹介を行っています。ぜひチャンネル登録ボタンをクリックして最新の動画ぜひ見てみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。